このホームルーターはちょうどトイレットペーパーぐらいのサイズでして、このようにコンセントを挿すだけで通信使い放題です。NTT ドコモが初めて販売するホームルーターは、工事の必要がなくコンセントに挿すだけで家の中の Wi-Fi 環境を整えられます。 高速大容量の 5G を利用できるのが特徴でデータ容量は無制限に使えて月額は4950円です KDDI やソフトバンクはすでに同様の商品を販売していてドコモは今回の参入で携帯料金の値下げの影響をカバーしたい考えですホームルーターはテレワークの増加で需要が高まっています